後藤輝樹です。どうも。たまにはね、本日の雑談でもしましょうかなっていう。まあ、最近はなんかこう目的を持って、動画撮るようにしたんです。ちょっと話長かったりとか喋るの遅かったりするんで、まあ目的を持ってなるべく言おうっていう意識もあったんですけれども、まあ、今日はまあ雑談で、まあ、だらだら喋る時もあってもいいかなと。はい。で、前、最近の動画で怪奇現象っていう動画出したんですけど、なんか家の中に虫がいるみたいな。で、なんか変なこう、汁みたいのが落ちてた。で、汁みたいのが、なんかこの栓抜きみたいなのがここにあったんですよ。そこにもついてて、ちょっと謎ですね、それは。それはね、相変わらず謎。ただ、虫、なんかゴキブリみたいなのが入ってきたりとか、こんなガが入ってきたのは、多分ね、謎が解けました。何かっていうと、エアコンのこのホースあるじゃないですか。ここから見えないんですけど、なんか、よくこう、ホースだけがこう出てるタイプあると思うんですけど、こちらのエアコンは、なんかエアコンの内部にホースが入ってるタイプで、そのホースが見えないんですけど、なんかね、よくよく見たら、昼間とかなんかね、日差しがちょっと見える感じだったんです、隙間から。あれ?と思ったんだけど、放置してたんですね。で、外から見たんですよ。外から見ても、2階なんで、あんま見えないんだけど、よく見たら、なんかね、欠如してるというか、なんか、あ、ちょっと埋まってなくねみたいなのがあったんで、で、窓開けてこう見たんですよ。僕も窓開けないんで、基本的に。見たら、もう、ごっそり開いてましたね。ごっそり。ごっそりだから、もう本当に、ここがホースだとしたらもう半分ぐらいだから、ぶっちゃけだからこんぐらい開いてましたね。こんぐらい。多分こんぐらい開いてる。イメージ的にこんぐらい開いてた。これやばいと思って、と思って、まあ、通常だったらさ、管理会社かに何かに電話してやってもらうじゃん。やってもらうんだけど、俺、部屋の中入ってほしくないのよ。前に、部屋の中に、なんかね、トイレが水漏れしてたんですよ、トイレの、なんかこう、水が溜まってるところから、こう、じゃ流すと水が溜まってるところから、じゃーって出てくるでしょ。その、なんか、水が溜まってるところから、便器の間のパイプから、ポトンポトンみたいな、水が、ポトポト落ちてたんですよ。まあいいかなと思ってたんだけど、でもポトポト落ちるんですよ。なので、落ちるんですよって黙ったけど、やっぱちょっと、ね、ずっと落ちるから、いや、これはどうにかしなきゃあかんと思って、お願いしたんですけど、結構ね、やっぱ、そんなまだね、暑い時期じゃなかったんですよ。5月、6月ぐらいだから、そんなに暑い時期じゃないんですけど、俺結構綺麗好きじゃないですか。神経質じゃないですか。ちょっと結構な人が、結構な、ちょっと、だから俺清潔感ある人が家に入ってきても嫌なのに、ちょっと、いや、これ、まだね、トイレだからいいよ。トイレだからまだいいけど、ああいう感じの人が、もう、ここに入ってきて、ここをもう、ガチャガチャやられんの、俺は、耐えられんと思って、いや、なんとかならんかなと思って、ネットで探したら、なんかこの、埋める粘土みたいなのあるじゃないですか。粘土というか、なんていうの。結論言うと、買ったんですよ。粘土みたいなやつ。パテみたいなの買ったんですよ。で、すぐ欲しかったんだけど、なんか2、3日後とかだったんですよ。アマゾンとかで100円で売ってる、まあ、96円だったんですけど、僕買ったのは稲葉電工さんのエアコン用シールパテ 200g ホワイトっていうやつだったんですが、もうホームセンター行こうかなと思ったんですけど、ホームセンターコメリさんに電話したらないとか言うんで、おっしゃってたんで、切らしてるっていうことで、まあアマゾンで頼んだんだけど、
その直後に、俺、石原市議会、その直後にっていうか、その直後に考えたのは、伊勢原市議会に僕、傍聴しに行ったんで、そのついでに、ホームセンターあったんで、そこ見たら、そこのネットで在庫を見たら、在庫があったんで、しかも10円安くて80何円とかあったんですよ。そこ買おうと思って、アマゾンさんをキャンセルしようとしたら、もう、その間10分ぐらいよ。注文して10分以内ぐらい、もう10分も経たないぐらいなんだけど、もうキャンセルできませんとかなって、もうキャンセルできないんで、もうしょうがないやと思って、アマゾンさん待ってて、で、もう買ったんですよ。で、もう手のひらサイズ。こんぐらいかな。ちょっとね、結構大きな穴だったから、埋まるかなと思ったんですけど、まあ、ええやん、ええやんと思って買ったんですよ。その1個だけね。2個買うと、2個買って、ねえ、ちょっと余ったら嫌だし、まあ1個でいけるやろと。で、それを注文して、だから Amazon さんでキャンセルしようと思ったらキャンセルできないから、もう Amazon さんの待って、で、Amazon さんが昨日届いたんですよ。昨日届いて、じゃあ今日やろうと思って、で、僕やるにも結構この神経質だから、この室内着の状態でやりたいわけですよ。綺麗な状態で。で、その前に、昨日届いて一昨日、なんかすぐ、でも、もうぽっかり穴開いてたの分かっちゃったから、もうほんともうね、気が気じゃないってもう入り放題やんと思って、あんなもん入り放題やんと思って、ええとも知らなかったらいいけど、知っちゃった以上もうドキドキしちゃって、どうしようと思って、でもね、やれるのはさ、3日後ぐらいなんですよ。だから、来るの、来て、できるのが、パテ埋められるのが、で、埋めるのもうまくできるかなとか思ってたんだけど、ネット、YouTube 見たらできそうな感じだから、できるだろうと思って、最悪ね、管理会社さんに頼むけど、自分でできない自分でやろうと思って、100円ぐらいやし。で、その前に、パテ来る前に、でもなんかもうガラ空きだから、あんなもん入りたい放題だから、どうしようって、もう本当ね、気が気でいられなくて、とりあえずなんかテープとかなんかで埋めようと思ったんですよ。テープ。で、とりあえず窓開けて、その時はもう夜暗かったから、次の翌日です。翌日やったら、なんかいけそうだと。これだったらでもできそうだと思って、とりあえずテープで埋めたんですよ、テープで。テープで埋めてもやっぱ隙間とかできるから、でもほぼ隙間ない感じでテープで埋めたんですけどね、ほぼ隙間ない状態で。でもぶっちゃけこれだったらテープでよかったやんと思って、パテやんなくても、ね、そもそもそんなパテはね、開いてる、ね、外れたのか、何なのかわかんないけど、なんで俺がやんなきゃいけないと思ったんだけど、まあいいやと思って、誰かに入ってもらうよりかもいいや、もう自腹で、やっちゃおうと思って、で、多分俺の方がうまいしと思って、俺その器用だから、で、結果、今日やったらできたんですよ。結構ちょっとね、俺的にもっとこうすればよかった、ああすればよかった、あるんですけど、ちゃんと埋められたかなと思って、でもその前に僕はシールで、テープかなんかで埋めてたんだけど、今日なんかもう虫が入ってたんですよ。なんでやねんと思って。だけど、ちゃんとテープで埋めてたのに、あの隙間は多分入らんやろっていう、蚊みたいにいたんですよ、蚊が。で、蚊かなと思って、だからその前に、今日書いて、昨日の夜蜘蛛がいたんですよ、蜘蛛が。ちっちゃい蜘蛛。で、蜘蛛はね、殺すなとは言うじゃん。で、なるべく俺も殺生したくないから、相当ティッシュでね、取って逃がそうと思ったけど、そうとやったら逃げられた。ああ、逃げられたと思って、わ、クモはどうしようと思って、もう今そのクモ見かけないんだけど、どこ行ったのかわかんないんだけど、クモ逃げられた。いいや、しょうがない。殺生するのもって。で、思ってたら今朝起きたら、ここのところに、蚊みたいのいて、蚊なのか、蚊じゃないのかわかんないんだけど、蚊なのか蚊じゃないのかわかんないけど、でも殺生なるべく、したくないなと思って、でも、これは蜘蛛じゃないから、いっかっていう、中途半端な気持ちだったら逃げられまして、そっから何回か見かけたけど、すごい早いんですよ。パッてやってるのに、俺結構ね、キャッチするんですけど、キャッチっていうか、
速殺しちゃうんですけど、すごい速くて、全然、ね、捕まられなくて、しかも、やっぱ刺されたっていうか、かゆいから、やっぱかやと思って、で、なんで入ってくんやろうと思って、なんで入ってくんやろうと思ったんだけど、ちょっとね、と思って、だって埋めたんだよ。テープだけど埋めたのになんで入ってくんやろうと思って、まあ、で、結局、それも数時間悪戦苦闘して、ずっとやってたわけじゃないですけど、でも、気になりながら、見かけたらやるみたいな。ずっと最初探しても全然いないから。で、見かけたらやるみたいな感じで、ようやくね、殺処分、パチンパチンってやって殺処分することができたんですけど、でも蚊に食われたのに血が入ってなかったんですよね、俺の血。だから血を吸う前に、そのなんか、麻痺させる成分だけ入れたのか、それとも、何なのか分かんないですけど、でもね、蚊もね、謎だよね、本当に。最近すげえ蚊に刺されるんだけど、俺なんか、蚊になんか入れられてんじゃないかなって、もう思うことありますよ。僕ワクチン打ってないから。蚊になんか入れられてんじゃないかって思いますけど、まあ、しゃあないっていうか、もう俺結構ガードしてるんだけど、ではまあまあ思いますけど、でまあまあとにかく、で今日やって、これでもう完璧不在だから、もうこれでもうね、入ってこないはず。ようやく。怪奇現象はでもないと思うんだけど、でもなんか汁みたいなのが謎だけどね。汁。サビ色の汁。で、今日ね、虫がいたのも謎だし。まあ、蜘蛛だったらまだわかる。蚊はあの隙間入ってこない気がするから。で、だから、前も、だから蚊いないのに、4箇所ぐらいが刺されてたから、蚊いないのに、全く。だから蚊がステルスになるよね、たまに、蚊って。蚊ってなんかステルスになるよね。ステルスなんない、マジで。たまに蚊が見えなくなるよね。どうなんだろう。まあ、いいんですけど、まあ、そんな話もしつつ、だからまあ怪奇現象は、ただの、エアコンのところ穴開いてたっていうのもあるかもしれない。で、あと、怪奇現象っていうかまあ、あ、そうだ。これもある。今日っていうか今朝、照明、シーリングライト、リモコンのやつなんですけど、これ白色とオレンジ色みたいなのがあるんですよ。で、ちょうどいい真ん中の色をやってるんですけど、向こうのそのキッチンの方が、なんか壊れたんですよね。知らんけど。今まで白とオレンジの両方使えてたのが、オレンジだけつかなくなってみたいな。謎です。まあ、寿命ったら寿命なんですけど、まあでも、買ってまだ1年、まあ1年か、まあ2年経ってないぐらい。2年経ってないけど1年以上ぐらいで、まあ保証期間多分過ぎてると思うんですけど、謎ですよね。急に使えなくなった。まあ、まだ白色のが使えるからいいんだけど、まあそんなのもありまして、あと、今日ね、他に何話そうかなっていうのは、人のタイプについてね、話そうかと思っておりまして、まあ、いずれね、しっかり話そうかと思うんですけど、人のタイプってあると思うんですよ。まあ、いろんなタイプあると思うんですよね、こうでも。なんか、星座だとか、血液型だとかね、性格診断とか、いろいろあると思うんですけど、これ2種類に分けるとして、計画型と、計画型と臨機応変型ってあると思うんですよ、人って。まあもちろん、それ100、0じゃないですよ。50、50の人もいるだろうし、60、40とか、70、30、80、20、90、10とか、いろいろあると思うんですけども、で、僕は多分、計画型なんですよ、計画型。
計画をしっかりやって、それ通りにやるっていうタイプなんですよ、多分。でももちろん臨機応変にやるところもあるし、で、もともとその、どっちか一つだけども、両方習得するみたいな場合もあると思うし、わかります？だからもともとその、60、40、なんつうんだろう、なんて言ったらいいのかな。この分野は計画タイプ、この分野は臨機応変タイプってあるけれども、この分野は、A という分野は計画タイプ、B という分野は臨機応変タイプ。だけど、A という分野でも計画タイプと臨機応変を習得するとか。で、B という分野は臨機応変タイプだったけど、計画っていうのも習得するっていうのもあるし。だから、両方ね、習得できた方がいいっていうのは僕は思うんですけど、そもそも計画タイプってどういうことかっていうと、例えば、旅行とか行くときにちゃんと計画を立てて旅行行くとか。それともその場のノリで、臨機応変にやりましょうっていうタイプかなのか。とか、あとはこの夏休みの宿題とかを計画的にやる人とか、もう最後の最後で、その時の感じでやるみたいな。その時の感じでやるって言ってて、最後の方に残っちゃったから、もう最後にもう一気にやるみたいな感じで。だからもう長所短所あるんですよね。だから、臨機応変タイプは、例えば、だったら最初からやればいいみたいなあるかもしれないですけども、その人はもうそういう土壇場で力を発揮するみたいな。そういう、もうやらなきゃいけない時にバッてやるみたいな感じとか、あとは、日傘っていうか、折りたたみ傘とかをちゃんと持っていく。じゃ天気予報をちゃんと見て、僕はだから、傘とか持っていくタイプなんです。折りたたみ傘とか、日傘とか持ってるけど、天気予報をちゃんと見て、折りたたみ傘必要だと思って持っていくタイプ。で、臨機応変型は、なかったらなかったらその時買えばいいや、みたいな。だから家に結構傘が何本もあるみたいな。ビニール傘とか。そういうのとか、あるんで、あと、ご飯食べるとかも、僕はもう、無花鳥とか無添加のもの食べたいとか、だからもうここでこういうのを食べたいみたいな決めるタイプだけども、臨機応変型は、その時の行ったところで臨機応変に食べるみたいな、そういうのあるじゃないですか。で、僕はだから結局、計画型っていうか目的型というか、そういうのをちゃんと計算とか、ちゃんと、目的を持ってやるタイプなんですけど、人によってはだからそういうのじゃない感じの人がいたりもするじゃないですか。だから、そういうところで人ってなんて言うんだろう、揉めたりトラブルになったりすると思うんですよ。夫婦とかでもそうだし、友達付き合いとかでもそうだし、仕事とかでもそうだし、だから計画型の人からしたら、臨機応変型とかって、だらしがないとか、ちゃんとなんで考えてないんだとか、そういうのあるかもしれないけれども、逆にその臨機応変型の人は、融通が効くっていうか、その場その場で、そのノリに合わせて対応できるとか、で、その、だから、臨機応変型からしてみたら、その計画型っていうのは、融通が効かないとか、頑固だとか、細かいとか、神経質だとか、そういうのあると思うんですけれども、そういうのがあるんで、なので、だから、そういうふうな形で、人を見るんじゃなくて、そういう風な形で人を見るんじゃないっていうのは、あいつ、細かいよなとか、あいつなんかだらしがないよなとか、で、相手を判断しない、ジャッジしない、差別しない。で、あの人は、臨機応変型だから、の、そのノリの、ノリ型だから、そういうとこあるよねとか、そういう長所短所あるよねとか、で、計画型の人はちょっとね、計画して、一途に、没頭するけども、細かかったり、神経質だったりするけど、そういうタイプの人だからねっていうふうに、見ておけば、揉めないっていうか、なんつうんだろう。必要以上に、なんであいつ、俺の言うこと分かんないんだろう、私の言うこと分かってくんないんだろうとか、思わないじゃないですか。だって、そういう人なんだから。男の人になんで女になれないんだとか、女の人になんで男になれないんだっていう人いないじゃないですか。それと一緒なんですよ。計画型の人になんで臨機応変できないんだっていうのもそうだし、臨機応変型の人になんで計画的にできないんだと、目的持ってできないんだっていうのと一緒なんです。
だ男になれとか女になれとかっていうのと一緒なんで、そんなこと言う人いないでしょ。なので、あらかじめ、あ、この人計画タイプだなとか臨機応変タイプだなって、こっちが思っていれば、優しくなれるじゃないですか。相手に対して。なんで言ったことできないんだって、ね、言わなくなるでしょ。だってこの人臨機応変型なんだから、その場その場でこう、やる人なんだから、なんで言ったことが守れないんだ、契約期限やんないんだって、なんでその天気予報見てこないんだとか、なんでネットで調べないんだって、ね、言わなくなる人だって、そういうタイプの人なんだから。逆に、その臨機応変型の人は、なんでそんな細かいのとか、なんでそんな神経質なのとか、なんでそのなんか、融通が効かないの、臨機応変対応できないのって言わなくなる人。だってその人も、ちょっとつ盲信で、もう計画型の人なんだから、目的に持ったらもうバッて行くタイプの人なんだから、そこで争わなくなるじゃないですか。争わずに、相手はそういうタイプなんだから、まあ、理解し合おうっていうふうに、ね、できるでしょ。だからこれね、こっち側だけじゃなくて、向こう側もそう思ってたら、お互いに、あ、まあ、そういうところあるよねっていうふうに、許し合える、認め合える、理解し合える関係になれるじゃないですか。で、しかも、最初に言いましたけど、これは、俺は計画型のしか持ってなかったけど、相手が臨機応変型だから、自分も臨機応変型のを取り入れることによって、計画型もできるし、臨機応変型もできるし、ハイブリッドで両方できるようになるようになるんですよ。このことを学んでおくと。だ自分はもう計画型だから、目的型だから、もうこれそれしかできませんとか、言う人もいるかもしれないけど、いや、逆に、臨機応変型、乗り型、その場型みたいなのを、習得する相手から学ぶことによって、自分も臨機応変に対応できるようになってくるんです。そっちの方が良くないですか？その状況に合わせて、どっちも使い分けられるんだから。自分はもう、これしかやりませんとかじゃなくて、いろんな使い分けできた方が生きやすくなると思うんですよ。いろんな場に合わせられるようになると思うんですね。だから僕が、例えば臨機応変型、これは臨機応変にしかできないとか、いうのがあったとしても、あ、じゃあこれは計画的にちゃんとやんなきゃなっていうふうに、いうのを取り入れることができたら、よりね、自分的にも成長できるし、より良い、なんつうんだろう、人生を、歩める、と僕は思うんですね。うん。だから、そういうのを、こう、意識的になんかこう、学ぶっていうか、習得するようにしたら、いいのかなっていう。だから、それの一番いいのが、その、結婚なんですよね。結婚。だから、僕はその結婚してた時とか、まあ、当時はそういうふうに思ってなかったですけど、今思えば、あ、こういうところは俺計画型だったなと、こういうところは俺逆に臨機応変型だなって、100ゼロじゃないから、この部分は俺は計画型、目的型だけど、いや、違う部分では臨機応変型だなとか、いうのあるんですよ。で僕はだから目的持って計画を立てて、例えば移住するじゃないですか。でも、妻側は、いや、そうじゃない。臨機応変型だったりとか。で、逆に、僕はなんか食べたいものとかは、なんつうんだろう。その時の感じによって、やっぱ違うんですよ。わかります？今これ食べたいとか、明日何食べたいかわかんない。今これ食べたいけど、お昼何食べたいかわかんない。お昼のその終わった後の晩ご飯何食べたいかわかんない。その時の状況によってわかんないんですよ、正直。何時に食べたいのかとか、何を食べたいのか全くわかんないです。その時の感じで僕は決めてるんです、いつも。だけど、その妻側、その離婚した妻側は、もう計画、そこはすごい計画的なんですよ。昼はこれ食べて、夜はこれ食べて、次の朝はこれ食べて、その晩はこれ食べてっていうのをもう緻密に考えるんですね。緻密に考えるんですよ。で僕は結構そういうのを緻密に考えられないっていうか、まあ、考えられなくはないんだけど、なんか、それ食べなきゃいけない、それをもう、なんかもう確定されるのがちょっと、あれなんだけど、でも、そこはだから相手に合わせて、あ、じゃあこれでってなるけど、俺はもう本当に、だからあんま決めないんですよ。だから、何時に食べたいとかもあんまりないんですよ。だから、その時食べたくなったら食べたいだから、それないんですよ。でも結構多分、その辺は、
結構ね、きっちり計画立ててやるタイプなんですよね。だから、人によって、比率が違うんですよ。だから僕は基本的には計画型、目的型だけど、100%じゃないですよ。何パーは何十パーわかんない。2、30パー、40パー、30パーかわかんないけど、臨機応変なところもあるし、いや、主軸がね、臨機応変型の人も、ある部分では計画型とか目的型の部分があったりとか、だからそこら辺を、見極めるっていうか、そこら辺をうまくこう、この人は計画型だから、もうこの人は計画型だって、ね、思い込まないで、あ、臨機応変な部分もあるんだなとか、そういうふうに、見ていくこと、把握していくことも大事かなと思います。そうしないと、やっぱトラブルになるっていうか、だこれは、だからもう、片方側じゃなくて、両方で、認識していくとよりいいかなと思います。まあでも、片方側だけでも、自分側だけでも、認識していれば、ああ、この人、計画型だな、目的型だな、とか、臨機応変型だな、とか、臨機応変型だけど、この部分は結構、細かくやるな、とか、そういうのを自分側が把握してるだけでもいいと思うんですよね。なので、そういう見方をしていくことによって、人付き合いが多少楽になるかなと思いますし、相手に対して、無理な要求をしていかなくなると思うんですよ。さっきも言いましたけど、計画型、目標型の人に対して、必要以上になんか臨機応変にやれとか、言わなくなるし、臨機応変型の人に対して、なんできっちりできないんだよ、みたいな。普通できるだろ、みたいな。常識だぜって。なんで3時に待ち合わせしたのに、なんで3時に来ないんだよ、みたいな。言わなくなると、3時に待ち合わせて、3時ね、ちょっと5分ぐらいだったり、ちょっとなんか、アバウトだったりしても、ああ、まあこの人は、まあ臨機応変型だからとか、そういうふうに、見ることできるじゃん。ということで、まあ、そんな感じです。計画型、目的型と、臨機応変型、その場のノリ型、みたいな。まあ、どっちがいいとか悪いとかじゃなくて、どっちも長所短所あるんで、だから、その短所をこう出すんじゃなくて、その長所をこう伸ばすようにした方がいいですよね。自分だったら、その短所が出てしまうような、言動や振る舞いをせずに、長所が、出せるような、形で、生活すると。で、逆に相手に対しては、その短所を引き出してしまうようなアプローチをしないっていうか、相手の長所が引き出すようなアプローチをして、お互いうまくやっていくと、人間関係円滑にできるかなと思います。ね、僕離婚しちゃいましたけど、だから僕は今はね、ちょっと、だから離婚時よりレベルアップしてると思うんで、今だったらうまく対応できる、たかもしれないです。ということでね、本当人生ね、日々精進なんでね、もう、そうですね、二度とというか、そういう過ちじゃないですけど、ね、昔できな、昔ね、だから倒せなかった敵がいたとして、強敵にね、立ち向かったけど、倒せなかったとか、悔しいとか、辛い、悲しい、申し訳ないとか、いろんな思いあるじゃないですか。だからもし、また、そのね、強敵と出会ってね、立ち向かった時にね、それ乗り越えられるようにね、挫折してもね、失敗しても、負けても、本当に、ズタボロになったとしても、今生きてる以上は、前向きにね、その試練というか、それを乗り越えられるように、レベルアップしてね、日々成長して、進化して、自己進化して、頑張っていきたいなと思っております。ということでね、何かの参考になったら幸いです。いつも皆さんありがとうございます。感謝です。もうコメントとかね、してくれると嬉しいですし、いいねとか。してくれると嬉しいです。チャンネル登録よろしくお願いします。いつも皆様ありがとうございます。感謝です。お前ら愛してるぜ。ということで本日の雑談でした。